どうも皆さんこんにちは、のび太です。いつも見てくださってありがとうございます。日本のヤクザは世界的にとても有名ですが、まだまだわからない点が多く、とても多くの質問を受けます。そこで今回は元暴力団組長の方と1対1で対談させていただき、その経験をお聞きしていきたいなと。今回の動画で日本のヤクザへの理解が少しでも深まっていただければ幸いです。加入のきっかけとしては、もともとですね、僕中学生の時からちょっと働きに出てたんですよ、大工さんとして。18歳ぐらいの時に心臓が悪い上に、その時にそのぎっくり腰で腰痛が出ちゃったんですね。大工としての仕事ができなくなったんですよ。それでその時に金融屋さんもしたいなって思ってて、その金融屋さんに飛び込んだところがヤクザの組長の金融屋さんだったと。喧嘩とかいろいろしてたもんで、もともと暴走族もしてたんでですね、その組長が結構もう福岡では武闘派で有名な組長で、でそこに見せられて、でその人に惚れ込んでヤクザに入っていったっていうのがきっかけです。ヤクザになると華やかに結構見えるんですよ、周りから見ると。やっぱりお金がいっぱいあって、好きな女抱いてっていう風なのが見えるんですけど、基本的にはやっぱりもうでっちからなんで、誰かについて、上の人についてね、礼儀作法とかを学んでいくっていうのが基本なんですよね。お盆一つにしても持ち方があるんですよね。盆をどういう風に持つか、そしてお茶の場所、おしぼりの場所、そしておしぼりの畳み方、そういったものからまず学んでいきます。我々の世界ってすごく綺麗にしておかないといけないんですよ。トイレ一つにしてもすごい綺麗にしておかないといけないんですよ。例えば相手組織が遊びに来ましたと、でそのトイレを見た時に、あ、この組はこの程度かっていうのがもう分かるんです。掃除が行き届いてるのか行き届いてないのか、玄関一つにしても靴がちゃんと揃えられてるのか揃えられてないのかで、指令がちゃんと出されてるのか出されてないのかっていうのがそこで分かってくるんですよ。まあいけるだろう、立てるだろうという風な考え方ってやっぱりするんですよ。僕まだそういうこともあんまり知らなくて、まだ二十歳なってないぐらいかな。で、ちゃちゃっとこう適当に洗ったんですよ。で、適当に洗って、で、終わりましたと、上の方に。ただその上の方が来て、便器舐めたんですよ。ブーって。ってなって。ね、やっぱほら、便器舐めるぐらい綺麗にしろって言われても、あんまりそういう感覚がなかったんで、適当に済ましてたらいきなりベーって舐めて、で、これで次に俺に舐めさせていいかどうかっていうのはお前が自分で考えろって言われてからは、本当に綺麗に洗うようになりました。まあ多分ね、その兄貴分もね、口の中バイキンだらけと思いますよ。何かをしたから指を詰めるっていう、その、一つのことってないんですよ。例えば僕がこれ、落とした理由、もう僕、ここないんですけど、落とした理由っていうのは僕の親分さん。僕が親父って言ってた人ですね。ちょっとした、嘘をついてしまったんですよ。その嘘をついた時に、僕がなんかもう、すごく好きだった親分なんで、ちょっと耐えれなくなって、この人を裏切ってしまった。それで僕詰めたんですね。でもこれは、そういう人もいる。他には、例えば、ヤクザとしてのしのぎがちょっと厳しくて、会費が払えないからと言って、その組織から逃げたりとか、逃げたりした時も、やっぱり組に戻る以上は、何かしらのけじめをつけろと言われて、やっぱり指を落として帰ってくる人もいれば、まあ暴力団っていっぱいあるんですよ、組織が。そこと、なんか揉めたりも絶対するんですよね。こう、掛け合いになりました。話し合いになりました。で、こっち側が負けてきた時、その、部が悪くなって帰ってきた時も、お前じゃけじめとして指を詰めろとか、もういろんな部分があります。これは方としてはもうナイフで基本的にはのみ、わかります？大工さんが使うのみ、こんな、はい、あれでこういう風な形で置いて、はい、でここにのみをこう持って、で上からなんかポンと叩いたらもうすぐポロッと取れるんです、はあ、うん、でここに必ずゴムをしといてね、ゴムをしとかないと落ちた後に血がどんどん出るんですよ。でもゴムをしとくことによって出ないです、絶対。やっぱり痛いですよね、それ。いや、でもね、これはね、また個人差にもよるんですよ、痛みは。僕の場合は、自分から詰めてるじゃないですか。持っていかないといけないっていう、なんかもうその使命感があったんです。なので、僕はもう、のみではしてないんですけど、包丁で一人でこう、ギコギコしながら、でも普通だったら多分痛いんですよ。耐えれないんですよ。でも、持っていかないといけないっていうその自分の使命感があったんで、痛みなんて全然ないんです。でも、これが面白いもんで、人から詰めろと。
ていうふうに言われて、いやいや冷めた人間はやっぱり痛いんですよね。まあちょっと話はそれてしまいますけど、例えば上から殺せって言われた方は使命感があるんで殺せるんですよ。でも自分がいざ喧嘩になって、あ、この人殺したいって思ってもなかなかいけないんですよ。人から言われた時、上から命令された時に一気にこう使命感が出るのって、あの人のために俺は体をかけてるのがやっぱりヤクザとしての魅力なんですよ。上に対して尽くすっていうのがね、うん、そこがやっぱりモチベーションです。うん、18歳でそのヤクザになったんですけど、半年もしないうちにうちの会長が殺されたんです。3人の会長さんが撃たれたんです、その時に。3人、うん、で3人撃たれて、一番トップの人、最トップですよね、あのピラミッド状になってるんで、その一番トップとここの直参って言われるんですけど、ここの2人も撃たれたんですよ。一番上は生き残ったんですけど、ここのもう一人の会長なんですけど、この人がその2発もらって、その人をかばうようにして拳銃をその人から持ったんです。でそこでバン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 って4発で撃たれて、で亡くなったんですけど、やっぱり命を懸けれるっていうのは本当に言葉では表せない部分なんですね。結果的にさ、ね、あのうちの会長は本当に命を懸けたんだなって、これはやっぱり大きいことですよね。これはですね、僕もちょっと、入ってるんですけど、ちょこっとだけじゃあお見せしましょうかね。手首パンであったのが、今は、やっぱりほら、僕建築の仕事してるんで、ちょっとここまで消しました。で、まあ、この入れ墨の習慣っていうのは、これは漁師から始まってるんですよ。海に投げ出されて、死んじゃう人って多かったんですよ。死体が上がった時に誰かわかるようにっていう形で、入れ墨をまず入れ出したっていうのが僕が知ってる文化。もう一つは、昔はですね、刑務所に行くと、まあ、これ江戸時代とか、その辺ですよね。刑務所に行くと、ここに一回、ここに入れ墨をされるんです。刑務所で。で、それを隠すために、また、入れ墨をその上から掘り出したっていうのが、もうヤクザがこう定着してきた文化ですよね。入れ墨自体はそのヤクザの組織で行うのか、それとも別の店？ですね、これは専属で、掘り師さんがいるところもあれば、もう他のところに入れるところもあれば、これはもう別に決まりはないです。でも基本的にはもう全員がする。これもですね、昔は無理やり入れさせてた組織もあります。でも、今はもう入れ墨が入ってると逆に不利なんで、あんまりこう入れろっていう人は上からね、押し付けることはないですけど、これは絶対に入れないといけないっていう決まりはないです。僕が入るまだ10年か5年か、そんくらい前は、必ず眉毛にも、入れ墨を無理やり入れさせてたみたいですね。それがなんでかっていうと、眉毛にまで入れ墨を入れちゃうと、もうなかなか仇に戻れないでしょ。だからわざと無理やり眉毛って言うんですけど、それを入れさせてたっていうふうには聞きますね。うん。給料が出るわけじゃないんで、そのヤクザの看板ですよね。いわゆる大門を、その大門を背景に自分で仕事をしていかないといけないんですよ。毎月その、やっぱり上に上納金っていうのがあるんで、その上納金を納めるためには、やっぱりいろんなことをしていかないといけないんで、ヤクザになりたての時っていうのは、ほとんど恐喝ばっかりでしたね。まあ少しずつこう、社会のルールっていうのが分かってきた時に、建築系の人材派遣、いろんなところに人を送って、そこから仲介に入っていろいろ抜くというふうな感じなんですけど、でも僕はそれで知ってたんですけど、ほとんどの人間はやっぱり覚醒剤であったりで窃盗してきたものを仲介に入って売ったりとか、まあそういったのがほとんどです。ちょっと事件を僕が起こしたんで、そこが5年ぐらい刑務所に行くんですよ。でその刑務所に行って帰ってきた時は風俗、女性を扱って、資金源を得てました。僕がやってた当時は暴力団が関わらないとできなかったんです。必ず潰されちゃったんですよ。今はね、もう関係なく結構できますけど、でももうその当時はもう全然できないんです。やっぱり風俗をやってた人たちっていうのはちょっと裏社会系の人が多いんですよね。やっぱりそこ同士で揉めたりするんですよ、風俗店同士とかが。もしくはお客さんとして来る人間がちょっと問題を起こしたりとか、要は無理やり風俗の女の子を犯しちゃったりとか、そういった時にもヤクザが背景についてっていう風なのがやっぱり多いです。要はもう問題の解決役ですよね。
背景としてはどういうことなの？これはね、別に背景っていう背景は別にないんですよ。もともとそのヤクザっていうのは強きをくじき弱きを助けるというふうな部分から始まってるんですね。要はヤクザイコール任侠道って言うんですけど、昔の言葉で言うと、要は本当にこう困ってる人を助けるっていうのがヤクザの生き方スタイルなんですよ。僕もそれこそ参加させてもらったんですけど、東日本大震災、いても立ってもいられなくて、とにかくなんかこうしてやりたいっていう感じで、もう僕の若手も全部連れて、で詰めるだけの支援物資を全部詰め込んで、2週間ぐらいいたのかな、宮城県に。まあ今回ね、熊本の人吉市水害がねすごくあってて、でもともとそのゆかりがあった地なんで、もうできることをとにかくしようということで、ボランティア活動なんかもすごくさせていただいています。まあ背景という背景に関しては、これは例えば自分の利益があるのかないのかというと何もないです。お金に関しては全部抜けていくだけだし、でもね、困ってる人がいたら助けてあげたいなっていう、そのただの気持ちです。18歳でそのヤクザの世界に飛び込んで、でその時の組長がすごい憧れで飛び込んでいったんですよね。でまあ僕もその年々年を重ねた時に、ちょっと組長との考え方が少しずつ合わなくなってきてたっていうのは事実なんですよ。まあ僕が2回目の刑務所に行くんですけど、その時も結局関係性がちょっと悪くて、でそこで自分とこの組長とちょっと言い合いになっちゃったんですよ。うん、でその時にパンと切られたんです、僕が。親子喧嘩っていう部分でしか僕も取られてなかった部分がいきなりパンと切られたんで、ああこれだけね尽くしてきて、でこのぐらいの親子喧嘩で切られたかと、もうヤクザのね時代の背景的にすごくもう息苦しい時代にもなってきてたんですよ。なのでまあいろいろ考えた時に、ここでね人生終わったわけじゃないしと、後日談を話せば、実際は刑務所から出てきたら破門されてなかったんですよ。僕の組長が破門って言ったけれども、その上がまた許してなかったんです、僕を破門すること。でも僕はそれを知らないまんま刑務所に行ってるんで、刑務所から帰ってきた時に初めて、お前破門されとらんぞと。でも僕ってもうその最後に行った刑務所って3年行ってるんですけど、その3年間で仇になるって決めてその刑務所を勤めたんですよ。なのでもう意志が固いんです。かなりのお金も集まってたんです、僕が出所してきた時に。で、いいポストも与えられるようになってたんですよ。でも、それで動くような人間性じゃ、この先の人生やっていけないんですよ。はっきり言って。ね。だけど僕はね、もうそこで本当に決めて、一生懸命仇になって、で、真面目にやっていこうというふうな形で、暴力団を脱退したような感じです。いや、僕ね、基本的に後悔ってしないんですよ。ただ、反省はいろいろしてます。やっぱり、ヤクザっていう世界は、まともじゃない部分っていうのがいっぱいあるんですよ。で、実際僕自身もまともじゃないことをいっぱいしてきました。それで刑務所とかも入ったりしてるんですけど、なので、後悔はないですけど、反省っていうのはすごくしてます。まあ、建設会社の横のつながりとかもいっぱいあったんですけど、社長の方々にも迷惑をかけちゃったんですよ。僕が逮捕されると同時に、あ、お前、あいつと仲いいだろうと警察が言って指名停止になっちゃったんですよ。この会社は暴力団と関わってるから付き合いをしないでくれっていうのがもう表に出ちゃったんですよね。だからそういう部分でもね、やっぱりすごい厳しいなとは思います、今特に。昔はですね、そのヤクザっていうのも必要な悪って言われてたんですけど、まあこれだけその活動ができなくなってくると、必要悪じゃなくなってきた部分がすごく大きいんですよ。ヤクザとつるむことによって、もう自分のその生活自体も苦しくなる。要はヤクザじゃない人たちがね、結局ここまでその締め付け締め付けってなると、今それこそ流行ってるじゃないですか、詐欺関係、ああいうのって昔なかったんです。ヤクザが詐欺をするなというふうなことばっかりだったんですよ。でも今は詐欺をしないといけないような状況にも追い込まれちゃってるんですよ。だから結局締め付けをすればするほど、いろんな犯罪はまだ増えます。うん、なるほど。悪影響はもうかなり出てますよね今。刑務所から出てきて、で、ヤクザを辞めて、そのレッテルってもちろん剥がれないじゃないですか。馬鹿にされるんですよ。で、あの時、あの組長、あんだけやったのに、なんだよ、今って。っていう見られ方もすれば、普通の人からすると、あいつはね、刑務所行ってるからって、もうどうしようもないからって、っていう言われ方もするんですよ。偏見がすごかったんです。僕自身、感じてきたことが。で、それに対して、今からね、やっぱりその、ヤクザを辞めて、もしくは反社会勢力を辞めて、一生懸命働きたくても、そういうレッテルが取れない人たちっていっぱいいるんですよ。目指すところっていうのがなかなかないんです。結局、レッテルだけがついてきて、
もう一般社会に馴染めなくて、で結局また同じようなことの繰り返しをしてしまう人が多いんですよね。なので僕がね、そのそういう人たちにメッセージをね、いろいろ送れるようにと思って、元ヤクザの組長でも本当に努力すればここまでなれますよって、僕ねこう見えてすごく勉強するんですよ。必要な資格全部取ってきたんです。ものすごく勉強しまくって、で本当に今ねその結果がね出てきたなって本当に思ったんで、そういう人たちに努力すれば人生変えれますよっていうのを伝えれるんですよ、今やっと。でそれをみんなのね模範になればなって、生きるその生きがいになればなって、要はあの人はねああいうことをずっとしてきたけども人生変えたいよねって、そういう人が一人でもいればね、やっぱりみんなああ俺も頑張ろうって言えるじゃないですか。そういったものをね、どん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 作り上げていきたいなっていうふうには思います。当たり前にその小中高そして大学まで行った人からすれば、やっぱりね後ろ指刺すのは当然と思います。これは刺されて当然、それは自分がもうやってきたことなんで、背負っていくものなんでね。ただその刺された後に自分がどうなるかが一番大事なんで、要は今が大事なんですよ。結局ね過去はもう変えられないじゃないですか。ありふれた言葉なんですけど、未来って本当に変えれるんです。で僕ね、あ人生変えれたなって本当に思うんで、